本日はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。今回も堀口秀俊関連のメッセージが多数届いています。みんな堀口くんのこと好きすぎやろ。秀俊のこと好きすぎー。これって勲章ですよ。ミラボレイヤ様、ありがとうございます。今からお母さんが面白い話するわね。レイちゃん、耳の穴かっぽじってよく聞きなさい。学習院告発サイトアンチウイルスソフトウェアに目をつけられた模様。私はセキュリティソフトでアバストを使っているのですが、アバストのウェブシールド機能が学習院告発サイトをブロックしました。理由はアバストのブラックリストに入っているからだそうです。堀口くん、君のライフワークがウイルスサイト扱いされてるけど大丈夫？あ、証拠が必要であれば検出時のログとスクショが残ってますよ。ふふ、これアルパカ社長にも教えた方が良いかな。もう知ってそうだけど。以上緊急速報でした。あ、こないだも学習院告発サイトを開いたら警告が出ていた時期がありました。確かに危険なサイトではあるので、警告が出るのもあながち間違いではないという、むしろ常に警告を表示し続けておいてほしいぐらいです。その方が面白いですし、サイトを見る人に対する注意喚起にもなりますので。それにしても持ってますよね。堀口くんは自分が運営しているサイトがウイルス対策ソフトに警告されるなんて。いや待てよ、もしかしたら悪質ハッカーのタキシードパンダが堀口くんの学習院告発サイトを乗っ取ってアクセスした人の情報を抜こうと悪巧みをしている可能性が。いや、さすがにそれはないでしょうか。追伸、 X で過去ポスト検索したら2月くらいにマカフィーでもブロックされてるという報告ポストを確認。こりゃノートンもトレンドマイクロも同じ対応してそうだな。かわいちょ、時期はちょっとうろ覚えなのですが、2月以外にもサイトを開くと警告が表示される時期がありました。あのサイトやはりヤバい。確信、裁判所からも仮処分が決定し、ウイルス対策ソフトからも警告され、散々なことになっています。しかしそれでも決して削除はしないという男堀口、一体どこまで行くつもりなのでしょうか。書いてある内容も害悪、公益性なし、ただの支援爆発サイト、おまけにウイルス扱いされるという、踏んだり蹴ったりです。まあ自業自得なんですけれども、堀口秀俊という男の歴史に自身が公開している名誉毀損サイトがウイルス対策ソフトにウイルス扱いされたというエピソードが加わりました。やはり他人から笑われることに関しては他の追随を許しません。唯一抜きんでて並ぶものなし、彼はまさに王です。披露宴ぼっちくん様、高額投げ銭ありがとうございます。レイヤさんはじめまして。結婚式に呼ばれて知り合いが一人もいなかった事件、経験があります。少し長いですが、昔話を。10年前、高校の頃に親しかった友人がいたのですが、彼は遠方に転校し時々手紙をやり取りする間柄となっていました。当時はインターネットじゃなく、パソコン通信の時代でメールも一般的ではなかった。メールが一般的ではないとなると、かなり昔ですね。私の世代では考えられない話です。昔はスマホなしで、どうやって待ち合わせしてたんだろう、と不思議だったのですが、意外となんとかなっていたみたいですね。ポケベルだったり、駅の掲示板に自分の名前と行き先を書いたりして、うまいこと待ち合わせ自体はできてたみたいです。人間の知恵は素晴らしいなと感心したのを覚えています。あと昔は、難波のロケット広場で待ち合わせをよくしていた、という話を聞いたことがあります。そのロケット広場も、今はもうありません。待ち合わせ場所としての需要が、なくなってしまったからかもしれません。いやでも中堅八校の前とかは、割と待ち合わせで使われているイメージがあるのですが、どうでしょうか。あそこは現地に行ったことが一度もないのでわかりません。話を戻すと、披露宴ぼっちという名前からして、おそらく堀口くんの披露宴ぼっちに関する話でしょうか。堀口くんの自分語りによると、友人から結婚式に呼ばれたものの、友人以外に友達が一人もいなくて、肩身の狭い思いをした。という過去のエピソードがあります。この話を踏まえた上で続きをご覧ください。それから数年、お互い社会人になってちょっと疎遠になりかけた頃、その友人から結婚すると連絡が。そして高校時代の友人としてぜひ参加してほしい、交通費宿泊費も出すからとまで言ってくる気の入れよう、そこまで思ってくれてるとはと喜んで式に参加したのです。その時私は気づいていませんでした。地元から呼ばれたのが私一人だったということを。周りは大学や会社の同僚、神父さんの友人たち、私を知るのは彼の両親。それでも直接顔を合わせたのは遊びに行った数回程度ぐらいなもの。あら不思議、そこには結婚式に呼ばれたのにぼっちという誰かに似た状況でした。まんま堀口くんでささファンだ。なるほどですね。そうか、そういうシチュエーションもなくはないのですね。わざわざありがとうございます。なんかすみません。それにしても交通費宿泊費まで出してくれるのは相当な太っ腹です。惚れてまうやろ。披露宴の席も親族席、さらにはサプライズで高校時代の友人代表としてのスピーチ強要、事前相談や前振り一切なしと、とんでもない状況でした。緊張と驚きで頭真っ白の中、アドリブで切り抜けたとはいえ、失礼なことを口走らなかったかとヒヤヒヤ。挨拶回りに来た時に小声で文句言ったら俺ならそれぐらいするだろと言われ、何も言い返せず、そんな腹立たしい、とても素敵な結婚式があったのです。何が言いたいのかというと、やめておけれや、その話は俺に聞く。すっかり忘れていたのに、この騒動で全部思い出してしまいました。きっと堀口くんも私と同じような素敵な経験をしたのだと思います。昔語り失礼しました。大変申し訳ございませんでした。この通りです。どうか許してください。ボロン。
一人も知り合いがいないというのは、本当に地獄ですね。結婚式とは本来楽しいはずなのに、ただの供養じゃないですかそれは。しかも、周りもみんな、一人も知り合いがいないという状態ならまだしも、周りの人は互いに知り合いなわけでしょ。いやーきついっす。確かにその状況なら、堀口秀俊であることを考慮しても、結婚式で肩身の狭い思いをするのは、仕方ないでしょう。堀口くんは悪くありません。ただ、呼んだ方も、別に悪気があったわけではなさそうなので、なんとも言えませんね。それにしても堀口くんを結婚式に呼ぶ友達がいたのは、驚きです。一途菩薩のような、素晴らしい方だったのでしょうね。ただ、それならなぜ、堀口くんの知り合いがいなかったのかは謎です。地元の友達に結婚式に招待されたのなら、知り合いは大勢いるはずなのですが、もしかして、なんか仕事の付き合いとかで、形式的に呼ばれた、とかでしょうか。もろちん、これは完全に推測です。東北の民様、ありがとうございます。レイヤーさん、夜分に失礼します。まず、生声の投げ銭です。どうぞお納めください。さて、町人からメールが来ないとお嘆きですが、その理由の仮説が浮かびました。彼は軍事分野に明るく、潤沢な資金があったようなので、おそらく、ミリタリー用の赤外線暗視スコープを所持していると推察されます。ちなみに、赤外線スコープは素材にもよりますが、服が透けて見えます。マジで、そんなこと可能なんですか？さすがに服が透けるなんてことはないでしょ、と思ったのですが、ものすごく限定的な条件が重なれば、微妙に透けることがあるみたいです。怖いですねー。ということは、レイヤーも赤外線スコープで見られると、全身が透け透けになる可能性が、いやー、波の大きさがバレちゃう。私の波が、大根並みにでかいことがバレちゃう。もし服がジョージスケスケだったら、ボロンしなくても、実質的にジョージボロン状態じゃないですか。ブラン、ブラン、ボロン。つまり、レイヤーさんの下半身をねっとりと観察した結果、想定外の卵を玉が見えおえっとなり、相手にされていないのではないでしょうか。これなら、白山昆布茶さんに何度も接触を試みているのも理解できます。もしあのお方が何色もいける口だったら、ワンチャンありましたね。確かに堀口くんは、投稿者の性別が、女性だと思われる人物に対しては、ガンガン言ってるんじゃないか、という指摘があります。堀口くん、私男の子なんですけど、こんなに可愛いんですから、実質女の子みたいなものでしょ。もっと私にもガンガン来いよ。おん、うん、こんなことなら、レイヤーは女の子という設定にしておけばよかったかな。でもレイヤーが女の子だと、男の子好きの変態がブチギレて、炎上するんですよね。どうしましょう。そうだ、良いことを思いつきました。ちょっともろっこ行ってくる。赤池孝様、高額投げ銭ありがとうございます。初めてお手術させていただきます。高校と申します。サンバ枠は空いておりますでしょうか。いやー大きくなって、意味深。昨年秋におすすめに出てきたレイヤちゃんを、たまたまごタップしたのがきっかけで、以来レイヤちゃんの虜になりました。うっふ。サンバ枠って、何なんですか一体。私が生まれる時にいた、サンバってことでしょうか。なんやそれ一体、頭おかしなるで、もはや親戚ですらなく、血のつながりがない人まで現れてしまいました。仮にサンバだったというのが本当だとしても、それはもはや、ただの他人ではないでしょうか。いやー、まさかサンバさんからお布施をいただくことになるとは、恐縮ですかに。それにしても、生まれたままの姿を見られたということは、私の全裸も見られたということですよね。私のエクスカリバーは、赤ちゃんの頃から、暴れん坊将軍だったので、お恥ずかしいです。たまたまごタップしたのがきっかけで、視聴者になってくれるとは、ありがたい限りです。YouTube のおすすめって、本当に優秀で、私もおすすめ機能によって、いろいろなチャンネルに出会うことができました。なんかもう、YouTube の視聴者に許されたのは、動画を視聴選択することではなく、おすすめに表示された動画の中から、好きなものを選ぶ権利があるだけ。みたいな感じにだんだんなってきています。昔は登録者が多い方が有利だった、などと言いますが、今は全くそんなことはなくて、おすすめに表示された時に、クリックされる確率が高くて、なおかつ再生時間が長い動画が有利です。パフォーマンスが悪いと、チャンネル登録者が多くても、動画は大して再生されないという、まさに弱肉強食の世界です。そのうち視聴料を払わねば、と思いつつ遅くなってごめんなさい。レイヤちゃんの動画は変にテンションが乱高下しないので、私には王の作業用まとめが、本当に作業用にもってこいなんです。あの強烈な王のエネルギーがレイヤちゃんのプルプル唇を通ることで我々庶民の足元を照らし未来を導く光に変わるのを日々実感しています。まだまだいろいろ起こりそうですがこれからも頑張って証拠見せてね。それではまたね。アドゥー。堀口くんの総集編を見ていただきありがとうございます。あれ地味に再生時間が長いです。1アクセスごとに平均30分ぐらい再生されています。これって地味にすごくないですか。平均で30分も見られていると思うと嬉しくて変な踊りを踊り出してしまいそうになります。おそらく作業中などに音だけ流している人が多いのではないかと思います。しかも堀口くんの総集編は後伸びが結構すごいです。初動ではそんなに伸びないんですが投稿後しばらくの間は
じわじわと後伸びする感じです。プルプル唇ではありませんよ。イラストの口の部分が小さく表示されているので、見づらいとは思いますが、実際はガサガサ唇です。特にこの時期は、湿度が低いですから、加湿器をつけているのに、肌ガッサガサです。一般論ですが、男の子の唇は、プルプルではないと思いますよ。それともレイヤが男の子であることを、知らない視聴者兄貴でしょうか。これを見てみろよ、ボロン。31キロ様、ありがとうございます。赤木レイヤー様、こんばんは。ちょっと実験をしてみました。以下非公開。非公開希望ということで、続きは読み上げません。とある人物に関する、実験をしているみたいです。いやまあ、さすがにこれは大丈夫なんじゃないっすかね。いや、奴ならこれでもアタックを仕掛けてくるかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。匿名様、ありがとうございます。2回目です。今回もよろしくお願いします。新生文字のびっちょ。これひょっとしたらただのニックネームだったってことはないですか。さすがにネットの初見で、身長を揶揄する言葉だって思いつく人は、あまりいないんじゃないですか。本人も連呼してるし、真に嫌なのはご愚痴ですよね。これは誰が聞いてもわかる言葉です。たださすがにこれはネットでは言われないだろうから、5文字の方にしたんじゃないかな。これだと自信もなんとも思わないだろうし、馬なことに踊らされてこいつらおもろいわとか思ってそう。一応相談して決めてるんじゃないかな。匿名でお願いします。これは、もともと、新生5文字で呼ばれていたのではないか、ということでしょうか。どうでしょうね。確かにショーン系から連想して、そういう呼び方をされるという可能性も、決してゼロではありませんが、あだ名についてはあまり出てこないので、実際どうだったのかはわかりません。というかあだ名で呼ばれるほど、親しい友人が存在したのかどうかも、怪しいです。私はむしろ、新生5文字の方が、堀口くんは嫌がっている感じがします。ちょっと質問の意図がわかりにくいので、もう少しわかりやすく書いていただけるとありがたいです。ホビッチョやゴキブチという言葉を、明らかに特定の人物に対して連呼していた場合、普通に裁判で負ける可能性もありますので、気をつけてください。ただ堀口くんのように、明らかに童貞が取れていない投稿に対しても、無差別で開示をかけてくるのは意味がわかりませんね。訴えてもどうせ勝てない投稿にまで、しこしこ本人訴訟で開示をかけるのは、引きます。ヤジータ様、高額投げ銭ありがとうございます。こんにちは、日々の堀口秀俊スペシャルの投稿お疲れ様です。投稿当初は、なぜこんなちょっとやかましいだけの〇〇〇〇〇をこすり倒すのか疑問でしたが、例の告発サイトのことを知って、こいつ本物だ、と、今までに感じたことのないねっとりした不快感を覚えました。大飲み言葉の原文や生声を浴び続けるのは、さぞしんどいかと思いますが、どうぞご自愛ください。そうです。堀口くんあるあるで、初見の人は最初見た時に、なんでこの堀口秀俊という人は、ここまで嫌われてるの、と疑問に思うケースもあるようです。確かにわかります。私も最初堀口くんを見た時は、なんでこの人、過去にこんなに炎上してるんだろう、と不思議に思いました。ただ、堀口くんの発言を詳しく見ていくと、すぐに察し、となりました。もしかしたら、私の動画を初見で見た人の一部は、なぜ私が堀口くんをこすりまくっているのか、わからないかもしれません。そして、初見の人が、堀口秀俊スペシャルを見た時に、内容をちゃんと理解して楽しめるかどうか、結構微妙なんですよ。最近の堀口くんの動きについて、ある程度把握している人が、私の動画を見た場合は、ある程度楽しめると思います。しかし堀口くんのことを何も知らない人が、いきなり私の動画を見ても、ちょっと難しいと思うんですよね。そこが堀口秀俊界隈の難しいところです。新規が入りにくいんよね。もろちん、ある程度自分で調べることができる人は、堀口くんのことを自分で調べるなりして、真実を知ってしまい、困惑していると思いますが、だから堀口くんは、情弱を見分けるためにはうってつけです。堀口くんを擁護している人は、党派性に頭を支配されている人間か、あるいはただの情弱です。話は変わりますが、紹介されていた蜂蜜紅茶が、めちゃくちゃ美味しくてハマっています。定期購入も考えていますが、アフィリエイトリンクからの定期購入は、2回目以降の配送分もレイヤーさんのご支援には繋げられるのでしょうか。長々と失礼いたしました。微力ながら、これからも動画視聴と紅茶で応援させていただきます。楽しい動画と視聴者兄貴姉貴の怪文書、楽しみにしています。動画楽しんでいただけているようで何よりです。そうおっしゃっていただけると嬉しいですし、励みになります。これからも動画を見ていただけると嬉しいです。蜂蜜紅茶を買っていただき、ありがとうございます。あれ美味しいですよね。私も好きです。紅茶自体の味も気に入っています。定期購入については、どうなっているのかちょっとわかりません。ただ、一番安い方法で買っていただくのが、一番良いかと思います。他に買うものがある時とかに、私のリンクから買っていただけると助かります。百貨店や、ちょっとお高いスーパーに行った時に、紅茶コーナーを見てみて、普段買わないちょっと高めの紅茶を、お試しで買ってみるのも面白いですよ。ティーパックの紅茶なら、そこまで高くないですし、ペットボトルの紅茶を買うのに比べたらマシです。数種類の紅茶が入っているものを買って、飲み比べをして、自分の好きな種類の茶葉を探すのも面白いです。
堀口くんの現役を接種するのは、最初は楽しかったのですが、徐々に苦痛になってきました。しかし最近では、また一周回って、楽しくなっています。頭おかしなっとるで。残念えのちゃん様、ありがとうございます。そういえば、レイヤーさんが使うフレーズで、勝ち手の頭の良さがよくわかる文章です。というのが好きなのですが、王はこれを見て、陣は頭がいいので、当然の結果である。とか勘違いしてそうだな、なんて思ったりしました考える。堀口くんなら、本気でこの勘違いをしてそうだから、困る。世の中には、皮肉が通じない人というのが、一定数いるそうです。堀口くんがスペースで、暇空は私に憧れている、みたいなことを言っていたそうですが、あれは暇空茜様が生配信で、堀口くんって、本当にすごいね、と皮肉で言ったことを、そのままの意味で受け取っているのではないか、というのが現在の学会で有力な説です。こういう感じで、皮肉が一切通用しない相手には、どう対応すればよいのでしょうか。やはり直球で言うしかありません。いやでも堀口くんに直球で言うと、ダーをされるので、やめておいた方がいいです。堀口秀俊という男は、触れてはいけない存在になりつつあるようです。じゃあここは一つ、やけくそで堀口くんを褒めまくってみましょうか。堀口くん、偉い、すごい、26歳学生で頑張ってて、偉い。あかんこれじゃあ、褒め方が雑すぎる。でも褒める言葉が、全然出てこないんだから、仕方ないでしょ。ミラボレイヤー様、高額投げ銭ありがとうございます。レイちゃん、ママよ、ついにガレソに証拠を燃やす気になったのね。お母ちゃん嬉しくてスーパーお賃金生絞りタイムを開始しちゃうわ。シャカシャカジュル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 ジュボボ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 ガコンプシュー、INFOFINISHEDSUCCESFUL ジョブイヨコイヨイクイッ810、ワレ、シャバクヨー、ケンジェット。どうしたんだミラボレイヤ君、いきなり大声出して。シャバクヨー、とかっていう言葉、ほんと好き。中国語は一切わからないのに、なんとなく漢字だけで、意味が伝わってきます。個人的には、アズールレインのホノルルとかが、シャバクヨーです。いつもの嬢からラインが来て、おっ、栄養か、と思ったらウーマナイザーダオがぶっ壊れた報告というお話。過酷な自家発電しすぎて5代目がついに天に召されたらしい。そんなにいいのって聞いたら、電動はイーゾボットとかした嬢から、電動 TENGA を激しくプッシュされたとさ、一緒に電動沼に落ちようやとか言われて怖い。助けてレイちゃん。なんなんですかこの人たちは。ドン引き。ちなみに私は、TENGA とかを使うと、早く行き過ぎてしまうので、基本は使いません。TENGA が悪いというわけではないのですが、早く終わるので、なんか寂しくないですか。私はゆっくりしたい派なので、あまり合いませんでした。やはり、私のゴッドハンドが一番です。それにしても、電動ってなんだよ。今は電動 TENGA とかあるんですか。時代の最先端を言っている感じがします。今ってそんなにハイテクなんですか。人間の欲の業の深さを感じます。ボロン、電動といえばヤガンも僕は電動派です。サバゲーの時は東京丸井のイングラム M10 の電動ガンを使ってました。かの名作バトルロワイヤルの原作小説を中二病華やかなりし頃に読んだ時にイングラム M10 持ったやつ映画で安藤正信が演じてた人が大量にキル数稼いでたのを見てイングラム信仰に目覚めました。作中で一人だけ無双ゲーか何かやってるノリで殺丸してましたからね。まあ武器ガチャで拳銃とかが当たりの部類って言われてる中でサブマシンガンとか SSR の部類ですからね。他の登場人物が丸試合をためらったりしてる中ノリノリでキル数稼いでるようなやつが持ったのも悪い。電動 TENGA の話からいきなり電動エアガンの話に飛びました。いや確かに同じ電動だけれどもなんかヤガンくんがかわいそう。かわいそうじゃない。確かに大人向けグッズのピストン運動って一定の動きを延々と繰り返すので電動化したらめちゃくちゃ良さそうな感じがします。速さとかを調整できるとなお良いですね。で、サバゲーで使ってみての感想なんですが夢から覚めました。被弾しながら SMG なので集団性はそこまでよろしくなく真正面からの打ち合いになるとさすがにダメ。サプレッサーつけると発砲音がかなり抑えられるので打ち合いしてるところで玉ったり背後から不意打ちしたりが主な戦い方でした。そういえばトロは作中でもそんな感じだったな。でもやっぱりイングラムは素敵な重要霊ちゃん。一家に一丁どうかしらベストリガーズ、ユアマザー。私はあまり銃は詳しくないのですがイングラム M10 というのは私の股間のエクスカリバーに若干似ています。おうそ、すみません、ちょっと見栄を張りました。いや、ちょっとどころではないです。だいぶ見栄を張りました。電動 TENGA に風俗、そして城とマリカ、さらにはサバゲーと、人生を楽しんでいるようで何よりです。やっぱりエアガンとか銃器はロマンなので、一個ぐらい買おうかなと思ったこともあるのですが、あまり物を増やしたくないこともあり、未だに購入には至っていません。思い入れのある銃のエアガンとかが一丁でもあると、面白そうですよね。オーは HK を10本ぐらい部屋に飾ってそうなイメージがあります。あと、あなたは私のお母さんではありません。そろそろ警察に告訴状を提出しますよ。ふふ、今月中には起訴されるかもしれませんね。法廷で会おう。
ヒートラー様、ありがとうございます。初めてのオフセバージンだ。昨夏からまとめやオフセ回答以外すべて視聴しているはず。毎日が日曜なので刺激をもらってます。ペコ下ネタ、エマルグアク 1.6M で心刀など古文書ネタ書いてた。わかんねえだろうな。割愛、以下公害費。公害禁止ということで、続きは読み上げません。ああ、読み上げなしで、たまに似たようなメッセージが届くことがあります。同じようなことを考えている人は、それなりにいるのかもしれません。確かにそうですね。彼はアドリブに対応できない、という特徴があります。例えば、ヒマソラー金様とかは、生配信でもいけるタイプです。足立康史様や、ヨッピーとバトルした時も、相手の言動に応じて対応していました。一方、堀口くんの場合は、予想外のことを言われただけで、軽くバグってしまうというか、明らかに動揺しているのが、声だけで丸わかりなので、笑っちゃうんですよ。もし、ご指摘のような結果になったとしたら、正直つまらないです。ただ、さすがにそこまでのことにはならないと思いたいです。もっとヤバい人でも、普通に放置されているケースが大半ですから、ぶっちゃけこんなん女性よりも、こっち方面をなんとかしないと、ネットの誹謗中傷とかはなくならないと思います。七死の恋党様、ありがとうございます。愛しいレア、おはよう、シュ、おえ、野球観戦もリーガルバトルも、観客席で観戦するときに飲むものといえば、ビールですよね。なので今回は群馬にある夢ビール太田の、CHROAHACK をレア班におすすめしたいです。あとハッキンガム宮殿、という詰め合わせセットもぜひ、パッケージを見てもリーガルご安全に。パッケージに、パンダの絵が描いてあって、ササパンダ。もうパッケージだけで、面白いです。プラスいいよ恋よ店、しかしアマゾンでは売っていないようで、独自の通販サイトでしか、販売していないようです。アマゾンでもし売っていれば、アソシエイトで紹介できるので、試しに買っていたかもしれません。ビールに関しては、基本はスーパードライばかり飲んでいて、クラフトビールとかはあんまり飲んでいないです。もうちょっとこう、話の引き出しを増やすためにも、いろいろ飲まないといけないなとは思っているのですが、スーパードライの味が好きすぎて、なかなか新しいのに手を出す気が起きないというか、CHROAHACK で検索すると、出てきますので、パンダのパッケージのビールに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。宝生レウス様、ありがとうございます。最近生声に挑戦しているレイヤくんちゃんは素敵ですね。この声で電流走るを収録して小林リを当たり流してみたいですが、強めのリップノイズが少し嫉妬。ポップガードやコンデンサーマイクの導入を強く推奨します。前の前の生声動画だったかな。聞き直してみましたが、確かにリップノイズがひどかったです。試しにマイクを離してみたら、かなり軽減されたので、次回からはマイクから少し離れて喋るようにします。ただ歯並びの関係で、リップノイズが少し入ってしまうのはどうしようもないので、そこは多めに見ていただけると嬉しいです。柳様、高額投げ銭ありがとうございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰しすぎたかもしれません。レイヤの父の兄の上のクラスメイトだった柳と申します。いや、父の兄の上のクラスメイトってそれも限りなくただの他人じゃないですか。誰だよ、ピネガキ。肛門への造形の深いレイヤ様のこと、もしかしたらもう視聴済みかもしれませんが、シリアナという映画があります。中東の仮想国家を舞台に宗教、エネルギー、経済、国家間の介入などの要素が入り混じり起きる悲劇。真面目な映画です。善悪のみで語れない、善悪で語ってはならないものがこの映画にはあります。シリアナって下ネタ映画かと思ったら真面目な映画なのかよ。くさ、しかも本当にあって笑う。なぜその名前にしたのかと一瞬思いましたが、海外の映画なら仕方ないね。わざとじゃないですから、たまたまですから。モロチン、たまたまシリアナというタイトルになっただけです。肛門への造形が深いってどういうことなんですか。そんなわけないでしょ。私はノンケですよ。風評被害を撒き散らさないでください。リマインダーをしますよ。善悪といえば、結果表面的な善であることにしがみついた末、それを意識しなければ作っていなかったはずの敵を作りまくってしまっている。誰かさんには善悪以前に意識してほしい部分なんですけどね。手遅れだと思っておりますが、肝心なのは善悪ではないんですよ。何がどうなっているかなんですよ。誰かが動いたところで好転しないどころか、悪化しかしない事態で動くのは、構造の把握からなってないんですよ。自分自身が善であることが一番大事、という考え方は、かなり危険です。たとえ自分が悪い場合でも、自分は正しい、自分は正義だと思い込むことで、暴走に歯止めが効かなくなってしまいます。今の彼は、まさにそういう状態です。レジェンドを止めて、彼の敵を作る才能に関しては、私も評価しています。もう徐々に積みつつあるのに、未だに敵を増やし続けていますからね。本当にどうしようもないです。彼を下手に助けようとしても巻き添えを食らった挙句、あいつのせいだと責任転嫁される可能性が高いので、もし彼を救いたいという人がいたとしても基本的に関わらない方がいいでしょう。つい熱くなってしまいました。あ、今気づきましたが、肛門は微塵も関係ないですね。イキペディアはシリアナという項目にて、身体の部位について肛門を参照してくださいと丁寧に誘導されるものだから、つい何か関係あるものだと勘違いしてしまいました。この寒さを乗り越えれば春本番です。レイヤ様におかれましては、寒さに負けませぬようお気をつけて、引き続き応援させていただきます。いいですよ、シリアナ、ダブルミーニング。お気遣いありがとうございます。頑張ります。シリアナに対する熱いこだわりを感じます。どんだけシリアナが好きなんですか。ダブルミーニング、やはりイキペディアからしても、
くの人は、シリアナというタイトルを見て、肛門を連想してしまうだろう、と判断しているということでしょうか。余計な気を回さんでいいねん。何やっとんねん、ウィキペディアは。31キロ様、ありがとうございます。赤木レイヤ様、堀口秀俊診断書スペシャル第2弾の2、の薬剤名の考察部分、誤解を与えかねないので後日お伏せで送ります。申し訳ありません。わざわざすみません。いつもありがとうございます。リーガル的、倫理的に公開しても問題のない内容であれば、可能な限り動画で紹介させてもらいますので、よろしくお願いします。ああ、ちなみに、具体的にどういうパイが好きとかって、ありますか？直球。フォロワー500名増えましたわい。様、ありがとうございます。少額ですが、お菓子代にでもお使いください。とあるサイトで、レイヤー様をリスペクトしてすれるところを迅速にこすった結果、プチバズしてアカウントが少し伸びました。証拠をレイヤー様から学ばなければ、この行動は無理でした。いつもありがとうレイヤー。こちらこそ、ありがとうございます。そのアカウントを貼らんかい。われい、おん。アカウントのリンクがないんやけど、いや、モロチン、冗談ですよ。別に全然貼らなくても大丈夫なので、おそらく X のアカウントのことでしょうか。フォロワー500人おめでとうございます。今の時代、フォロワー500人を集めるのは相当大変です。どういった種のアカウントなのでしょうか。もしかしたら堀口くん関連かな、とも思ったのですが、違うかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。何かきっかけがあれば、アイデア次第で、バズることは可能です。私もいろいろタイミングが重なったり、運が良かったりして、中井戸様関連の動画がバズって、このチャンネルが伸びたという経緯があります。フォロワーやチャンネル登録者が増えても、初心を忘れずに、地道に頑張っていきたいものです。最近は私を見て、証拠を爆発させている人が多いようで、何よりです。大いに証拠を爆発させていただければと思います。滝崎かなえ様、ありがとうございます。中日新聞、2024年3月10日、岐阜県吹奏楽連盟で不正引き出し1000万円超過、事務局長と連絡取れず。送っていただいた記事を、読み上げていきます。ただこちら有料記事でして、冒頭のみしか読むことができませんので、冒頭のみ引用します。岐阜県内の学校や吹奏楽団などが加盟する、岐阜県吹奏楽連盟の口座から預金が不正に引き出された疑いがあり、連盟が調査を進めていることが分かった。複数の関係者が明らかにした、規模は少なくとも1000万円を超えると見られる、内部で疑いが持ち上がったのと前後して、会計責任者の事務局長の男性と連絡が取れなくなっている、赤係者などへの取材では、男性が事務局長に着いた2021年4月以降、複数回にわたって預金の引き出しがあった。この間、2度の会計監査があったが、問題は指摘されなかった。事務局長とは今年2月下旬から連絡が取れなくなって、ちらほらと、お伏せでこの類のニュースを送っていただくことがあります。この件では、事務局長の男性が怪しさビンビンです。お金というものは、人を狂わせてしまいます。このニュースを見て笑っている人の中にも、いざ自分が仕事などで大金を手にした時に、ちょっとぐらい使っても、バレへんやろ。と思ってしまう人も中に入るかもしれません。一回でも他人のお金を使い込んだらこういう感じで人生が終わってしまうので、今後の人生でもし大金を扱うことがあっても絶対に使い込みとかはしないように気をつけてください。一回でもやってしまうとまたやってもバレへんやろとなってしまうので、そうなるともう終わりです。〇〇ダイナゴン様、ありがとうございます。名前がひどすぎる。ギリアウトでしょこれは。とりあえずしゃぶれよ。ここにオフューズすると、下ネタを書いていいと聞いて、馳せ参じました。菌類やスキームと欲系は、スイカをしないうちから自ら脱ぎ出すので、自分の好みではないですね。そうなんですか。菌類が自分からボロンするというのは、初耳です。ああ、自分からボロンするのは、好みじゃないんですか。そうですか。恥じらいが欲しいとか、そういうことでしょうか。私はむしろ、自分からボロンしてくる人は、それはそれで好きです。何勘違いしてるんですか。股間の話ではありませんよ。自分の情報の話をしています。何と勘違いしているんですか。視聴者兄貴や姉貴、変態ですねー。変態、誰が下ネタ書いてよいつったー。おいおらー、レイヤーのお布施回答は、下ネタ禁止なんだよ。おーん。というわけで下ネタはご遠慮ください。子供たちも見ていますので、ブラン、ボロン。自分からボロンする、堀口スタイルよりも、スカートをめくられて、男の子であることが発覚してしまうシチュの方が、好きです。いや、お前の性癖は、知らんがな。なるほど。まあ世の中には、いろいろな性癖の人がいるということで、私の場合は、スカートをめくられて、男の子であることが発覚してしまった場合、むしろ眼内してしまうんですけど、男の子であることが発覚すると、なぜか興奮してしまう人も、中にはいるみたいです。こいつすげえ変態だぜ。でも、レイヤーの性別もわかりませんよ。あくまで男の子と言っているだけで、本当は女の子かもしれませんし、だってスカートの下を見たことがある人は、今まで一人もいませんから、シュレディンガーのチンチンです。お姉さん様、ありがとうございます。四半世紀老人お姉さん、以前は暇、なる、だと思ってたけど、最近、なる、暇、だなって思ってるの、あずー。いや、限りなくどっちでも良いんですけど、というか、どっちもノーサンキューなんですけど、申し訳ないが、私はノンケなので、大
ただ女性の姉貴たちの中に、そういうのに興味がある人もいるということは、私も理解しています。私はのんけなものの、あいつがやれって言ったんです。で、暇空茜様が、ピンクスキーさんを指さしているイラストは、かなり好きです。あのイラスト、よく見ると、ナルくんの頭に、暇空茜様が手を添えているんですよ。あの手が素晴らしいですね。プラスいいよ来いよ行く行く点。薄闇様、高額投げ銭ありがとうございます。新年からこんばんは、会話のキャッチボ。いや、私はピッチングマシンを使わせてもらう。これは一方的な蹂躙である。1、コーヒーの資格の勉強してます。記念で受けてみようと思って応募して、現在勉強中です。趣味だから超本気ってわけじゃないので、本気でやってる人いたら怒られそう。金額はまあまあかかりましたが、馬娘1天井より安いから、一度だけやってみようって感じです。コーヒー趣味としては、教本の中身結構面白いです。なかなか覚えられないですが、馬娘を長らくやっていないので、1天井がいくらなのかも、もう忘れてしまいました。確か6万円でしたっけ？ 6 万円以下なら、全然安いですね。よし、ガバガバ。資格の勉強ですか？コーヒーにも資格があったんですね。勉強頑張ってください。長時間勉強しようと思うと、なかなか気が進まないかもしれません。しかし、1分だけ勉強しようと思うと、机に向かう習慣がつくので、おすすめです。1分だけ勉強しようと思って、実際に勉強し始めると、5分、10分。とついついやっちゃうので、最初に始めるのが一番大変ですが、いざ勉強を始めると、勉強し続けることは意外と楽です。人にもよるかもしれませんが、なので1分だけ勉強しようという意識で、とりあえず勉強を始めるハードルを下げてみる、というのも良いかもしれません。2、ある美食家は言いました。年収200万でも美食は目指せると、ある美食家は言いました。食器はこだわれと、一理あるなって思っちゃいました。悔しい、ただその人の紹介してるのを、そのまま買うのはなんか嫌だったので少し調べました。ヘルシオが高いと感じる場合は、スマートクッカーもおすすめです。ヘルシオの方が完全上位互換ではあるものの、大幅に機能が制限された、廉価版ヘルシオとして、スマートクッカーをおすすめします。私は両方使っています。そして5つの食器を見つけました。いつもなら買わないけど、あの時の自分は衝動を抑えられず買ってしまいました。その商品はステーキナイフでございます。ガリガリ切るいつものナイフと違って、動画でそれはさっと切っていたので、これで何か変わるのか体験したくなりました。結果としては、美味しくなったかわからないけど、気持ちいい食事ができたと感じています。抵抗がほぼなく、鶏皮スラスッと切れちゃうんですよ。マジで、鶏皮が切れちゃうるのはすごいですね。私は良いナイフや包丁を使ったことがないので、鶏皮を簡単に切れる時点で驚きです。鶏肉を切るときは毎回皮目を切るのに苦労しています。もう頭の中でギコギコはしません。一度歯が入ってしまったら、スーが無限ループしてました。それくらい良かったです。切れ味いいから扱いは気をつけないといけないですが、買って良かったって満足してます。QV6 島のガバガバシーン、ほんと好き。ギコギコはしません、と宣言してからの、迫真のギコギコは、まるでコントのようです。ちなみに買ったのは、貝印旬クラシックステーキナイフです。高いのでおすすめはしません。でも肉がスッと切れる体験がしたいなら止めません。以上、また来るかもね。おまけ、ヘルシオ買っちゃった。ビストロと悩んだけどヘルシオが安売りしてたから買っちゃった。ヘルシオ買ったんですね。おめでとうございます。分厚い赤身肉で、ローストビーフを作るのがおすすめです。グラム300から400円ぐらいの、良い牛もも肉を売っている店を探して、それでローストビーフを作ると、めちゃめちゃ美味しいですよ。同じスーパーでも、ブロックの牛もも肉は、売ってたり売ってなかったりするので気をつけてください。あとは、グラム100円の豚肩ロースで、ローストポークを作るのもおすすめです。コスパがかなり良いです。ただし調理時間がものすごく長いです。2時間ぐらいかかったかな。ステーキナイフか。それは盲点でした。気になる方はぜひチェックしてみてください。七志様、ありがとうございます。はぁ、なにこれ。一瞬、表示がバグっているのかと思いました。メッセージが一切表示されず、謎のペンギンの画像が表示されています。これ、お布施のスタンプという機能らしいです。初めて見たので、びっくりしてしまいました。お布施にスタンプなんてあったんだ。今初めて知りました。1年以上お布施回答をやっていて、この動画がパート135ですが、スタンプが送られてきたのは初めてです。記念すべき初スタンプ、ありがとうございます。七志様、ありがとうございます。今日は、一粒万倍日と天赦日と、虎の日のミラクルコンボデーですのでお布施します。スタンプは送ってみたかっただけです。ありがとうございます。いや、最初にスタンプを見たとき、焦りました。そういう機能があるとは知らなかったので、半分見切れているのは、そういうデザインなんでしょうね。多分、バグってて、半分しか表示されていないのかな、とも思いましたが、時間が経っても半分しか表示されていないので、おそらく最初から半分見切れているのでしょう。なぜ運営が、ペンギンが半分しか見えないデザインにしたのかは、謎です。全部写してあげて、幸せのお裾分けを、ありがとうございます。ありがたや、七志様にも、良いことがありますように。良いことをすれば、巡り巡って自分も幸せになる、という話を私は信じています。
商法レウス様、ありがとうございます。ひまそらさんのとある放送でも言っていたように、最近の中井戸村氏はそういう人を味方につけているらしいです。しかしまさか信者をかき集めてエコーチェンバーをこじらせていたとはね。リオに電流走る。中井戸様がそっち系の人たちと強いつながりがあるというのはマジなのですか？ただ中井戸様はもともと情報商材系の人間でしたし、正直そこまで驚きませんでした。ただちょっと危ない感じの人たちと強いつながりがあるのはさすがに引きます。幻滅しちゃったよ。ずっと片思いしてたのに。いや、モロチン嘘ですよ。真に受けないでくださいね。コエルナ様、ありがとうございます。こんばんは。レイヤーの何担当だったか忘れてしまったので、お好きな部位を担当させてください。パンダで股間隠すの味しめたでしょう。嫌です。これ以上担当が増えると、全身に担当者がついてしまいます。そんなことになると、感度3000倍になってしまいます。やめてくれメンス。パンダで股間を隠すのは、もう、癖になってしまいました。パンダ。もうパンダで股間を隠さないと落ち着かない体になってしまいました。これが本当のシークレットパンダです。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後に自前の広告が流れます。皆様は Amazon Audible というサービスを知っていますか？プロのナレーターが朗読した本をアプリで聞くことができる新しい携帯のサブスクです。本を読む必要がなくて音だけで読書できるので、移動中や作業中などいつでもどこでも読書ができて、オフライン再生も可能です。読む速度も 0.1 倍速単位で変更できるので、めちゃくちゃ使い勝手が良くておすすめです。私は最近ゲームをやりながら Amazon Audible で朗読音声を流しています。ただ料金が少し高くて月額1500円もします。高すぎると思った人もいるかもしれません。しかし Amazon Audible では1ヶ月の無料体験を実施しています。本来は月1500円のところが無料、しかも聞き放題というわけで、ぜひ一度試してみてください。もし無料期間で退会する場合は退会手続きを忘れずに。詳細はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。